ニュースポストセブンです。民間人への性暴力が告発されています。ハマスの襲撃を受けた野外音楽フェスティバル会場、ドイツ系イスラエル人女性が半裸の状態でトラックの荷台に乗せられて連れ去られる映像は世界中の人々にショックを与えました。集落を訪れた救急隊員は CNN の取材に対して、10代と思われる少女の遺体を発見したとして、彼女の衣類は膝まで引き下げられ、首の後ろ側には銃弾による傷があった、腰のあたりには強引な行為の跡があったと語りました。イスラエル警察はハマスによる性暴力の捜査に乗り出し、複数の性暴力について証人たちがいると明言しています。